I'm gonna go get some more.
めっちゃ気持ちよかったよね。 WG いいね。だあの最初の曲やばいな。ヨッチャン、ヨッチャンさっきいつもライブはつなげている。ああ、この曲、2曲はつなげる。だからずっと僕がそれはもう、ドラムからドラムとスネアをこれが1回だとして、うん、これを次の曲いく、次の曲どうね、これをだから4回か、うん、ぐらいやると、うん、じゃあこの A パートはどうしようかな。俺 B の方がかっこいいね、サックス。あ、見とるね。サステインがすごいあるから、うん、多分あの、まあ、B メロの方がサックスの音は生きてくると思う。めっちゃかっこいいと思う。ほんじゃあの、タタ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 が始まったぐらいで、うん、鈴木さんもそのところは最高かっこいい、うん、B、あとはもうテンションで、はい、うん、行きましょう。とりあえずじゃあ WT は何でもいい、フリー。今でも全然できたもんね。そうそうそう、もう一番かっこいいな、WT だから。We don't know だけ、B だけの方がかっこいいと思う。最初のだから、あのちょっとスローになっていく曲は、もう OK ですね。はい、そう。気持ちよくやるだけ。まあ、もう最低で。じゃあ、なギターの途中のプロが大丈夫？あ、大丈夫。俺、その We don't know だけ、B の方がいい。A やめて。We don't know だけやる？We don't know だけやる？もう一回やろうか。あの、その次の曲だけ。はい。だからこっちからやる。最初のでからよ。トランスしてましたもんね、今。そうそうそう、もちろん。完璧だ。スーパーチャンス。オッケー、じゃあそこ行こうか。はい、いいよ。
そこはもうできないよ。できればはこれ。なんかこれあるじゃないですか、うん、これって作数どうなの。もし一緒にやったらやばい。え、これこんな作数どうやって合わせんだろうね。そう、なんかドラ、なんか本当に今こんな、これ3回やって、うん、でなんか、その、それ一緒にその。なんかまあフレーズ一緒ぐらいやったらいい、かっこいい、うん、そこだけやってみる。僕からねねね、あーだからだからだから2番目の B から、あれ2番目3番目2番の B から行こうか。そうそう、今そっち入る。 OK。はちょっと休憩する。でもサックスはそのまま続けていいよ。あ、マジで面白い。でもさっきやった。今みんなブレイクしたもんね。ああ、でもさっきはもうサックスやった。めっちゃかっこいい。あ、続いてた方がいいから。だからサックスだけかっこいい。俺だから。気持ちよかったね。俺さっき言ったら、かっこいいこれと思った。今やったのはちょっとミスしたもんね。あ、俺そうそう。だからでもまあ大体いいですよね。2回目のツッツッツッタタタタタタからはもう鈴木さんのもう振りもう独断状だ。ソロ。かっこいいかっこいい。やばい。おお、それで行こう。これじゃあまた後で一回やるとして。うん。ウォーキングエクセンやる？ウォーキングアクシデント、この曲一回聴いて鈴木さん気持ちよく合わせれるところ。いや難しい。ちょっと早いですよね。
スタンディングは鈴木さん一緒にやったことあるからさ、ああ思ったけどスタンディングな、今のところ一番いいんじゃない？今最高だ、最高だ、入りも最高だ。え、なんだ、戦う、それ始まったからスタッフ入ったらかっこいいの、うん、戦ってる、あ、戦ってるじゃん、違う、あの鈴木さんもしかしてこの曲って覚えてないですよね？覚えてないか、いやでも完璧だったよね、入ったとこな、ここだっていうところに来たもん。そう、ここ欲しいと思って、なんか鈴木さんはそっと言いましたわ、お脇役生もしサックス入ったらこっちからいいじゃん、ちょうど今やった、じゃあびっくりした、すごい、なんか話聞いたかな、だから割と早いところはあのちょっとまあ面倒くさいと思うんで、うん、なんか大変、なんか大変、めっちゃかっこいいと思って。ダブルいいね。これ何曲目やの？これが1、2、3、4、5、6曲目か。6曲目はこの。だから鈴木さんが入るのは、4曲目からか。あ、4曲。そう、4曲目から入る。最後の曲が、サックス2本やれへんね。あ、いや、でも、あ、今やった中では。うん、で、タグはトータル、全部で10曲やる。うん、そうそう。次の2曲は、ギター、ドラムだけやる。うんうん、その9番も I'm your spaceman。 I'm your spaceman も最初すごい欲しい。次の2曲は I'm your spaceman、 ドローインコンスム、ドローインコンスム2人だけやる、この次だよね。あ、でももうさっき練習した、あれ満足。じゃあ本番はセットリストはそうだね。 WT we don't know what the answer、 まあ分からない、これいい、あとで考えようか。そう、じゃあとりあえず今のまでで、あと何曲だ、マイナスペースマンとラビーン、最後ラビーン、ラビーンもいいよ。一番ラストの曲は鈴木さんも一緒にやってますか、はい、そうそう、これいつも最後やる、うん、いつもストーリーある、この曲ストーリーやばい、いつも最後にやってた曲です、はい、このストーリーやばい、なんか、うん、いきなりはヒッチハイキングやったの、特に車入った、シートベルトした、もう運転してる、俺ちょっと寝てる車、俺起きたはドライバーもうなくなった、いない、とスチューリングウィールもない、でもシートベルトはもう取れない、車はもう、うわーどうなってる、どうなってるか分からない、だからそのストーリー、最後はもう。Off the mountain。 曲はやばい、ラビーンっていうタイトルなんですけど、ラビーンって渓谷だっけな、日本語で。ラビーンはこのなんか山と山の間、あ、まあ、そう、渓谷なんですよ。渓谷のイメージで、渓谷のイメージで車に乗ってて、最後はもう全部がおかしくなっちゃって、ドライバーとスリングよ、ない、そう、で最後は UFO 切った、そう、セーブ。でもルドックでやった日はこのラビーンが、ルドックでやった以上のラビーンが今までまだできてない。あそこのラビーンはすごかった。ルドックって一番最初のゲーム、一番最初でしたっけ？あれ一番最初違うよね。ログレスか。あ、そうだ。最初がログレスで。ルドックってあそこだ。あの暗いっていうか7階ぐらいのとこ。うんうんうん。チャーリーが誘拐されたとこ。ああ。そうそう。チャーリー誘拐されたんですよ、ライブ前。うん、ああ、そう。もうタグライブできないかもしれないみたいなって。これアーティスビューで。そう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 。ルドックでしょ。ああ。テラスみたいなとこあったとこ。そうそうそう。これ入った。ルドック行きたいなー。今行きたいねー。また行きたい。あのテラス行って休日過ごしたいですね。最高、良かった。良かったよねー。あの時。次の時やらせてくれるって言ってたからね。ああ、そうそうそうなんですよね。もったいなかったね。グエンが多分あんまりやりたい話なんだよね。やりたいんだよな、また。ね。まあでも他の国も行ってみたい。なあ、そう。いろいろもっと経験したいですね。そうね、ロンドンとかね。ああ、いいっすね。ベルリンとかいいんだよ。ベルリン、ベルリンに行きたい。行きたいね。最後。え、やっぱ向こうの方が、え、フランスって結構、旅費は高くつく方なんですかね。フランスって結構旅費は高くつく方なんですかね。そうだろうね。ベルリンとかそのイギリスの方行った方が割と安いのかな。まあ、でも安かったね。5、6万。あ、安かったですね。思ったより全然安かったね。本当にね。なんだろう。うん、あの、まあ、
パリパリ。思ったより安かったよね。うん、安いよ。だって最初に、どこでもあるよ。300ユーロぐらいにさ、俺買えてさ、それ結構1週間ぐらい持ったもんな。うん、すごかった、すごかった。まあ、最後いろいろあったけどね。うん、あ、そう、鈴木さん、そう、明日ね、みんないるとこで言おうと思ったんだけど、うん、僕はあの、パリで結構自由に携帯使ってたじゃないですか。うんうん、あれがすごいことになった。お金が決まった。12万。12万。12万になってた。やばい。やばい。まあ払いましたけど。絶対やばいよ。いや、やばかったっす。本当に死ぬかなって思った。12万やばい。僕もやっぱり、あの、抑えてたけど、はい、結構2、3万ぐらい。あ、多かったっすか？ 2、3万ぐらい。あ、そうなんだ。うん、8月にね、引き落としだったんで。まあ、そう、同じ、そうなんです。5万ぐらい引き落とされたらびっくりした。きついっすよね。びっくりした。だから、なんかスイッチあるじゃない、なんかターンオフできる。そう、みんなだから持って行ってた Wi-Fi ルーターがあんまり効かないって言ってたからさ、うん、しょうがない、しょうがない。あれ高いよね。1日3000円、最高3000円。3500円とかなんか来てましたよね。うん、2980円だったよ、どこか。そう、うん、ソフトバンクなんですよ、俺。あ、そう。12万円ってすごい。まあ、電話もしたしね。あ、そうか。結構。向こうでなんかあのケーブルくれるとか、そうそうそう、アクシデント最初続いたから、ね。そうそう、あの、飛行機の。OK になった。OK になった。OK になった。12万払った払ったよ払ったよ払わない人でやばい、俺携帯なくなる。だったらさ、あれだよ、余裕より高い。ああ、そう、ね、もうそうそうそうなんですよ、ね、やばいね。だから僕もう携帯持つのやめようかなって。そうそうそう、携帯持つのやめたらさ、うん、もうそのままチャーリーあのフリースタイル、スタジオだけ決めといて。俺友達に2人3人ぐらいいる。だから日本の今の20代でも、うん、もう携帯なんか捨てたいやつもいるんですよ。昭和の時代のすごいかっこよかった日本人を、うん、に憧れて育ってきたのに、うん、平成の時代になったら、うん、なんかタバコ吸ってんのもなんかバンドやっててなんかノラみたいな生活してんのも、うん、昭和の時代はかっこよかったみたいな感じだったのに、うん、なんか今の時代はいやもっとなんか真面目にやってよみたいな感情を求められちゃうんで、そう、パリってそういうのじゃなかったじゃないですか、パリは。うん、あれはね、いや、ルールがすごかったっすね、まず、感動した。アニオスペースになるか、休憩。休憩します？うん、しようか。休憩します。休憩しよう。で、あと残り30分残してやろうか。うん、アニオスペースマン、このフレーズ。あー、一回、ちょっとジロンやる。アイムスペースマン、イントロある、うんうん、それイントロは、サックスいっぱい欲しい。オッケー。本当に、イントロはもう完全にただ